日本群馬県桐生市桜木町桜木町は群馬県桐生市の町名。郵便番号は376-0012。桐生市の南部、渡瀬川の右岸に位置する。稲荷町、西木町、織姫町、三原町、清瀬町と共に桐生市第3区に属していたが、現在は第12区に属している。東南部は広沢町に、西部はあよ町に、 北部は、渡瀬川を挟んで、織姫町、西木町にそれぞれ接する。市内中心部から、東武鉄道の新規流域に至る群馬県道68号、気流伊勢崎線が通じており、渡瀬川に架かる、西木桜橋によって、西木町と結ばれる。かつての新宿村の一部にあたる。百八十九年の町村静止港により、気流新町、新宿村、 安楽戸村、下久方村、上、久方村平江が合併して、気流町が発足、新宿村は気流町の大技の一つとなる。九百二十一年の市政施行を経て、九百二十九年に大技が廃止され、現在の町名である桜木町となった。九百四十九年の危機台風によって堤防が決壊し、家屋約五十個の土地が削られたため、 1950年から1952年にかけて河川の拡幅と西木桜橋の延伸工事が行われ、町内の半分が河川実機となった。2017年8月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。